どうも流れです。はい、本日はですね、星のドラゴンクエストの、無料ガチャと10連をやってみたいと思います。今ドラクエ30周年でですね、宝箱福引きが1日1回無料になっているので、まずはこちらを引いてみたいと思います。おいさ、宝箱福引きを引くと、さあこれで星5来ちゃったらやばいもんな。どうだろう。あ、星4つ貴族のチュニックの上が出ました。さすがに出ないか。まあでも気を取り直してですね、この勢いで10連宝箱福引きを1回やってみたいと思います。初回のみ星51着確定なので、何個星5が出るでしょうか。それでは宝箱福引きを引くと、頼みます。来いよ、タッチ。おい、まあそうっすよね、魔法使いの帽子。このまだまだ、あープラチナかな、プラチナメイル、はい、いっぱい持ってるやつだ。頼むよ、そろそろ。お、来た、なんだ、お、ロトの盾、初めて出ました、僕、超ギガレア。よし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 。これで、ロト系結構揃ったんじゃないかな。この勢いで出てね。お、魔法の盾、持ってるな。頼みます。魔法の鎧、なんかここで魔法が揃いそうな気がする。来い、あー、真理だったっけこれ。あ、そうだな、真理の帽子。頼みます頼みます頼みます。森人のチョッキ、これもうそろそろ終わるんじゃない。あ、プラチナの上か。あ、違う、玉鋼の兜だ。これラストぐらいかな。はあ、あ、これが最後か。来い、あー、ドラゴンヘルム、ロトが欲しかった。いやでも星5っすからね。あざます。ロトの盾が出ましたね。あとドラゴンヘルム、これで星5出ました。はい、これまた違うタイミングで10連宝箱を引いてみたいと思います。それではありがとうございました。どうも、流れでした。